リンゴを美味しく食べるだけで脂肪が燃えてくれるなんて、もうなんだかね、ラッキーな気分になりますよね。食事からビューティーベルラスダイエット、松田理恵です。皆さんこんにちは。今回の動画ではじゃん、リンゴですね。リンゴダイエットの効果的な方法についてお伝えをしていきます。皆さんはリンゴダイエットして痩せたけどすぐにリバウンドした、リンゴしか食べないってそもそも大丈夫なのとかね、リンゴってどんな効果あるのか知りたい、こんなこと思ったことありませんか？一昔前に大流行したリンゴダイエット、皆さんの中でも挑戦したことある方いらっしゃるのではないでしょうか。だってリンゴについてね、質問めっちゃ多いからで、リンゴダイエットの方法っていろいろあると思うんですが、メジャーな方法は3日間毎食リンゴだけを食べ続けるというもの。また、取る水分の種類っていうのも決まっていて、取っていいのは水もしくはブラックコーヒーのみだそうです。へーって感じなんですけど、まあ、さらに寝る前にオリーブオイルを1杯飲むっていうルールもね、あるんですかね。なんかもうね、結構聞くだけでかなり辛そうなね、ダイエット方法だなと思って見ていたんですけれども、とは言いましても、さすがね、趣味はダイエットだった私だけあって、やっぱリンゴダイエットもね、過去にチャレンジしたことがもちろんございます。話題になったほとんどのダイエット方法はもうコンプリートしてきましたからね。はい、何の自慢って感じなんですけど、まあ、話戻しまして、リンゴダイエットで確かに一時的に少しは痩せたんだけど、やっぱ食べるものがリンゴだけってね、とてもじゃないけど続けることができない。その結果、反動でドカ食いからのリバウンドというのはお決まりの結末だったんですよね。しかし、リンゴっていうのはちょっとした工夫を加えることで、ダイエットに効果的に取り入れることができるんです。ということで、この動画見ることで、リンゴダイエットはなぜ痩せるのか、リンゴの嬉しい6つの効果と、リンゴダイエットの3つの注意点がわかりますよ。ダイエット講師である私が実際にリンゴをどのように取り入れているのかもお伝えしていくので、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。それでは今日のテーマ、いきましょう。最初にリンゴダイエットでなぜ痩せることができるのか、その理由についてお話をしていきます。リンゴで痩せる理由1、低カロリー。実はリンゴっていうのは比較的低カロリーな食べ物というのは皆さんご存知ですよね。ちなみにリンゴ1個のカロリーって130から150キロカロリー程度と言われております。成人女性の1食のカロリーの目安は、活動量が少ない方で500キロカロリー程度だと言われているので、リンゴダイエットではかなりカロリーが抑えられるということがわかりますよね。リンゴだけしか食べなければカロリーが抑えられるっていうのはね、なんかもう当然っちゃ当然なんですけれども、まあ、ただリンゴダイエットの魅力はカロリーが抑えられる割に意外と満腹感を得られるっていう点だと思うんですよね。これはリンゴの甘さによるもの、あと水分量が多いこと、あと食物繊維が豊富なことが関係しています。また、硬いリンゴはやっぱりしっかりね、噛む必要がありますよね。なのでこれも満腹感を感じやすい理由の一つ。では、リンゴで痩せる理由の二つ目、脂肪燃焼が活発になる。リンゴの皮に多く含まれるリンゴポリフェノールには食事で摂った脂肪の吸収を防いで排泄するっていうね、働きがあると言われています。また脂肪の構成を抑えてくれて、脂肪をエネルギー源として燃やしやすくしてくれる作用もあります。リンゴを美味しく食べるだけで脂肪が燃えてくれるなんて、もうなんだかね、ラッキーな気分になりますよね。ちなみに脂肪燃焼に効果的な食材については、運動しなくっても満腹食べて勝手に痩せる脂肪燃焼ダイエットの決定版、最近公開したこちらの動画でもご紹介しているので、もし気になる方はこの動画終わった後に概要欄からチェックしてみてください。ではリンゴで痩せる理由の3つ目、腸内環境を整える。リンゴは水溶性食物繊維と不溶性食物繊維のどちらの食物繊維も含まれています。特に水溶性食物繊維は善玉菌の餌となって、善玉菌優位の腸内環境を作ってくれて、腸内環境を改善するっていう効果が期待できます。また水溶性食物繊維にはコレステロールを吸着して排出するっていう働きもあります。そして不溶性食物繊維には腸内のゴミを絡め取ってデトックスしてくれたりだとか、満腹感を感じやすくしてくれるっていう効果があります。
まあ、こんな感じでリンゴを食べるといらないものをしっかり出すことで痩せ体質につながるっていう効果が期待できるんですね。腸内環境を整えることがダイエットに効果的な理由についてはこちらの太るのは腸内次第っていう動画でもね詳しくお伝えしておりますので、ぜひね便秘がちの方とかはこちらの動画をチェックしてみてください。概要欄リンク貼っておきます。そしてですね、リンゴには、ダイエット以外にもたくさんの嬉しい効果があるんです。今回の動画ではその中で6つちょっとね私の方でピックアップをさせていただきまして、お伝えをしていこうと思います。では、リンゴの嬉しい効果、1つ目、老化予防、美肌効果、アレルギーの緩和ですね。老化の原因の1つとして、活性酸素がね、増えちゃうっていうことありますよね。で、活性酸素ってね、体を錆びさせる酸素のこと。本来、活性酸素っていうのは、体内に入ってきたウイルスを攻撃して、体を守る働きがあるので、必要不可欠なんですが、紫外線であったり、ストレスの影響により、体内に増えすぎちゃうことで、正常な細胞まで攻撃して、老化を促進するリスクがあるんですね。そんな活性酸素に効果的なのが、先ほどお伝えした、リンゴポリフェノール。で、リンゴポリフェノールには抗酸化作用があるので、活性酸素の増加を抑えてくれて、除去してくれるっていう働きがあるんです。また、リンゴポリフェノールが持つ強い抗酸化力は、抗老化によるシワやシミを抑える効果があるっていうのも分かっています。さらに、リンゴポリフェノールには、アレルギー症状を抑える作用も期待されているそうです。リンゴポリフェノール、恐るべし。ちなみにさっきお伝えしたように、リンゴポリフェノールは皮に豊富に含まれているので、まあ、農薬などがね、気にならないものでしたら、リンゴは皮ごと食べるっていう方がおすすめです。では、リンゴの嬉しい効果、2つ目、生活習慣病の予防。さっきお伝えした活性酸素が体内に増えすぎてしまうことで、正常な細胞を攻撃してしまうっていうことをね、お伝えしたんですけれども、この働きは老化を促進するだけじゃなくって、生活習慣病をはじめとする病気を招いてしまうっていうリスクもあるんですね。で、生活習慣病ね、こうなり始めちゃったら結構進んでいっちゃうんですけど、これやっぱね、どんどん痩せにくくなっちゃうんですよね。なので、やっぱりなる前にね、食事で、病気も予防してやっぱりダイエットも効果的に進めていきたいですよね。ダイエットも健康も美容ももう何食べるかです、本当にね。そして、まあ、さっきお伝えしたリンゴポリフェノールに加えてリンゴに含まれるアントシアニンも活性酸素を抑えて生活習慣病の予防に効果があると言われています。ちなみにアントシアニンって視力の改善効果で有名ですよね。ブルーベリーにも多く含まれています。アントシアニンは他にもメタボリックシンドロームの予防や花粉症の予防効果もあるそうです。またリンゴポリフェノールの抗酸化力によって血流を良くして動脈硬化を予防するっていう作用も期待されています。で、リンゴを1日1個食べれば医者いらずと言われるのも納得の健康効果ですよね。リンゴの嬉しい効果の3つ目、むくみ高血圧の改善。リンゴの健康効果まだまだあります。リンゴにはカリウムが豊富に含まれているので、余分なナトリウムを体の外に排出する働きがあります。体内にナトリウムが増えすぎちゃうと、体はナトリウムの濃度を薄めるために水分を欲して体内に水分を溜め込もうとして、その結果むくみや高血圧につながるんですね。ちなみにカリウムは他にもほうれん草、小松菜、海藻、バナナなどにも豊富に含まれています。むくみや他の果物の効果については脂肪燃焼、むくみ解消、果物ダイエットの選び方、食べ方っていうこちらの動画でもねお伝えしておりますので、気になる方はぜひ概要欄からクリックしてみてください。では一旦まとめると、リンゴを食べることによるダイエット効果は、1カロリーが低い、2脂肪の燃焼が活発になる、3腸内環境を整えるでしたね。その他のリンゴの嬉しい効果は、老化予防とか美肌効果、アレルギーの緩和、生活習慣病の予防、むくみや高血圧の改善でしたね。私のね、父親は毎日ね、リンゴ食べておりますね。はい、なんかリンゴさえ食べたら大丈夫みたいな感じの父親です。はい。どんな父親だ。はい。で、まぁ、ここまで聞くと、やっぱりリンゴダイエットっていいのかなって思いそうですが、注意すべきポイントがあります。ということで、リンゴダイエットで注意すべきポイントと、私がリンゴをどのように取り入れているかも最後にお伝えしていきますね。では、
リンゴダイエットの注意点の一つ目です。置き換えはしない。リンゴダイエットってその名の通りリンゴを食べるだけなので、まあ、簡単なのが嬉しいですよね。とはいえやっぱりリンゴだけではもちろん栄養不足になってしまいます。完全食ではございません。でいくらリンゴ栄養が豊富でも何かだけ食べるっていうのはやっぱり栄養が偏っちゃうんですね。もうこういう質問がねめちゃくちゃね多いんですけど、これ食べといたらいいですか、何食べたらいいですか、これだけ食べたらこれで大丈夫ですかみたいなね質問が多いんですけれども、まあ、リンゴも同じですよね。で、まあ、リンゴを食べて一時的には、まあ、満腹感を得ることができても、すぐにお腹が空いてしまうっていう場合もね、きっと多いと思います。で、その理由として一番考えられるのが、まずね、タンパク質の不足ですよね。人の食欲は、タンパク質で満たされるまで収まらないっていうお話もあるほどです。ダイエットのためには、タンパク質をしっかりとっていくことがやっぱり大切。で、特に朝はタンパク質が不足している状態なので、朝にしっかりタンパク質を取らないと、タンパク質が不足して筋肉が削られちゃって、代謝が低下しちゃうっていうリスクがあります。まあ、つまり、リンゴをダイエットに効果的に取り入れるためには、朝リンゴだけ食べるという置き換えダイエットにするのではなくって、タンパク質などの他の栄養もしっかり取るということが大切です。では、リンゴダイエットの注意点の2つ目、食事にしない。リンゴダイエットをしたことがある方ならわかると思いますし、やったことない方も想像してもらったらイメージできると思うんですが、リンゴしか食べられないってかなりストレスがかかることですよね。で、家族や友達は美味しそうにご飯食べているのに、自分はリンゴのみなんて無理ですよね。続かない。そこでおすすめの工夫は、リンゴを食事にするんじゃなくて、おやつとして食べてみるのはいかがでしょうか。で、リンゴ皮ごとよく噛んで食べることで満腹感を得られやすいですし、さっきお伝えしたダイエット効果、健康効果、美容効果も得ることができます。私もこのようにおやつにお菓子じゃなくて、やっぱり旬の果物を食べることがよくあります。で、旬の食材は栄養価が高いですし、お値段が他の果物と比べてお手頃なのも嬉しいですよね。リンゴはこれからちょうど旬となるものが多いので、ぜひね、おやつに取り入れてみてください。リンゴダイエットの注意点3つ目、食べ過ぎに注意。リンゴをはじめ、まあ、果物には果糖というね、糖質が多く含まれていて、果糖はエイジという老化物質を作ってしまうリスクがあります。そして果糖は糖質の中でも最もエイジを作りやすく、その速さはブドウ糖の約10倍とも言われています。さらに果糖は血糖値を上げない代わりに中性脂肪として肝臓にストックされやすいんですね。さっきリンゴは老化予防があるって話したのに、なんかね矛盾するような気もするんですが、何でもやっぱり食べ過ぎはとにかく良くないっていうことです。ちなみに血糖値が高い食後に果糖を摂るとさらに中性脂肪として抱え込まれやすいとも言われているので、リンゴを食べるならさっきお伝えしたようになるべくおやつの時間とかに食べるとか、お米などの主食の量をちょっと調整して食べるっていう工夫がおすすめです。もちろんこれはたくさん食べる時の話ですので、少量食べる程度であれば、まあ、それほど問題ないかなと思います。ちなみにリンゴだけではなく果物全般、1回につきだいたい拳1個程度までね目安できるとダイエットには効果的かなと思います。私も朝のヨーグルトに少しリンゴトッピングするっていうことが多いですね。こうすると、砂糖とかね甘味料とかなくても美味しくヨーグルトも食べられるのでおすすめです。それではまとめると、リンゴダイエットの注意点は1、置き換えはしない、2、食事にしない、3、食べ過ぎに注意するでしたね。ちなみに私がマイナス12キロ痩せてきた経験、保健師ダイエットコーチとして食事指導してきた経験を通して、栄養学、体のメカニズム、ダイエット、マインドなどもっと深く知りたいという方のために、公式 LINE や無料オンライン講座の方でも発信しています。無料冊子やベルラスダイエット3ステップ動画もプレゼント中ですので、ぜひ LINE の方もフォローしてみてください。本日の動画いかがだったでしょうか。最後まで見ていただきましてありがとうございます。過去の私のようにダイエットをしているのに痩せられなかった、もう逆に太っちゃったという方は、今回お伝えしたねポイントっていうのを参考にしていただきつつ、美味しくリンゴ習慣を取り入れてみてはいかがでしょうか。ではチャンネル登録と高評価どうぞよろしくお願いします。では明日の動画でお会いしましょう。食事からビューティー、松田理恵でした。じゃあね、バイバーイ。